お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、なんと世界一のゴールデンプレイヤーからリプレイをね、いただきましたので、そちらで紹介していきたいと思います。パチ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 。というわけで、今日はですね、こちら、バナさんというね、日本のプレイヤーの方なんですけど、ゴーレムめちゃくちゃうまいです。で、今シーズンね、終わった直後なんですけど、今季なんと世界41位フィニッシュ、そしてベストなんとね、8位も取っておられる、超これうまいです。ほんと一番うまいと思ってます。で、やっぱ高回転とかだとね、すごい安定感とか出たりね、そういうのわかるんですけど、重量級でここまでこう上位を安定するっていうのはめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。だってこうね、初手の手札がね、こう、なんか良かった悪かったのだったりだとか、ちょっとなんかカード周りがとかね、重量級だと絶対遅れるんですよね。そういった中で、こうやってトップで安定してるっていうのはすごいことだと思いますので、このゴレダクネランバー型ですね、僕はなんかこうあんま使うことがなかったんですけども、ちょっとね今日こちらを紹介させていただきたいと思います。でリプレイね6個ぐらいもらって、あとエレジャイのリプレイとかもちょっともらったので、そちらはまずね見ていこうかなと思います。あ、ちなみにね、僕もシーズン終わったので一応発表しておくと、まあ、86位最後1時間ぐらいちょっとステイしちゃったんですけど、あの今年のクラロラリーグのね2021の、なんかポイントをね稼ぐためにちょっとステイしたって感じで、来シーズンは真面目にね、あのもっと上目指して頑張ろうかなと思います。ちょっと安定を求めちゃいましたね。安定を求めたらもう人間成長できないんでね、本当に気をつけたいと思います。はい、というわけで1戦目 VS エレジャイなんですけど、あのこの1戦だけちょっとリプレイじゃなくて、こう実際生マルチしてるかのようなあの映像に、ね、なっちゃうんですけども、バナさんがねちょっと録画しといてくれたみたいで、ほんと偶然ね、エレジャイのリプレイどうしても欲しいんですって言ったら、もうねあの探してわざわざね送ってくださってというね、神対応でございます。ありがとうございます。でもゲーム内ではめちゃくちゃ煽ってます。あのなんかくれる時にね、めちゃくちゃ煽ってるんですけど大丈夫ですかってわざわざねあの言ってくれるぐらいね、はい、いやもうね気遣いありがとうございます、全然大丈夫ですって感じなんですけど、あのまあエレジャイね、僕もよく使うんですけど、エレジャイ使ってたらゴレめちゃくちゃ余裕なんですよ。なんでゴレからしたら多分エレジャイめちゃくちゃきついんですけど、まあそんなね、エレジャイに対してのどうやって勝ったのっていうのをね、はい、見ていけたらなと思います。もうゴレがね、まずインドラにボコボコにされます。ゴレがインドラにボコボコにされるし、ね、このダークプリもなんか嫌だし、マザーネクロもきついよねっていう、エレジャイってねダークネクロとかされるし、じゃあどうすんのっていうのはマジでね、どうすんのっていうでここではもうね無視ですね。エリアドが全てみたいなところありますから、なんかね、まあ、タワーがおられない攻めは基本的に無視して、タワーがおられるような攻めはなんかほどほどに守るみたいな、そんなプレーをねしてました。うん、まあちょっと言葉だけだと難しいと思うんですけど、でやっぱダークネクロはねこうエルジャイに溶かされてしまうので、こう硬いユニット、ベビドラ、ランバーであったりだとか、まあ今回のデッキには入ってませんけど、ダークプリンスであったりだとか、まあエリババであったりだとか、やっぱ硬いユニットでエルジャイを溶かしていくっていうのが、まあ大事になってくるよねっていう。まあダークネクロマジでね強いんですけど、エレジャイ2だけめっぽい弱いですからね。さあでここのね受けもダークネクロで受けたいんですけど、マザネクでねめちゃくちゃ無駄にされちゃうので、このダークプリンスをあえて受けない、受けずに横からねボンバーとかで、サポートしてあげる、守っていくっていうのが大事になってきます。でここですね、あのスタンプが邪魔でなんか見にくいんだ。ベビードラ出してエレジャイのね円の中に入ってしまうとベビードラが死んでしまうので、こういったね円にギリ入らない位置でね対応していきます。そして、ランバーで硬いユニットで防衛してからの、今ねライトニング相手打った時なのでチャンスなんですよ。ライトニング6コスね、攻め使ってますので、ここはもうねチャンスタイムっていうので、もうユニット追加してあげて、この攻めトルネードですね、でさらには追加ですね、まあ、1本取らないといけないので、なんかこうこの後もいろんなリプレイを紹介するんですけど、ユニット追加のタイミングであったりだとか、まあ、ライトニングの打ちどころっていうのがすごいなんかね大事なのかなと思いました。これはなんかねもうこの勢いでいっちゃうっていう、え本当に本当にっていう、なんで勝ったのっていうような試合なんですけど、まあでもすごいですよね。なので大事なのは、まあエレジャイにはねこうできるだけやっぱ固め
まあ、ランバー、ダックプリ、エリババとか、ムートとか、まあ、できるだけもうね、硬い、溶けないようなね、ユニットで早めに溶かしてあげるっていうのがすごい大事かなと思います。エレジェのダメージをどれだけ抑えられるかっていうね、ところがポイントかなと思います。さあ、早速ね、リプレイ、あと、どんどんやっていくんですけど、1つ目はポンペオ選手ですね。この人は、冗談抜きで世界一位バルーングメです。はい。マルチの世界一位フィニッシュも、多分何回かあるんですよ。多分3回ぐらいはしたことあるんじゃないかっていうぐらい、マジの化け物です。なので、まあ、世界一のバルーン使い VS 世界一のゴーレム使いって感じですかね。なんかゴレ使いはね、昔はこう、ロイヤルっていう海外のめちゃくちゃうまいね。本当に、守るゴーレル。防衛のゴレ使い。ロイヤルとかがいたんですけど、もうその人は今じゃない、いなくなっちゃって、もう時代はね、攻めのゴレ使いバナ選手でございます。で、なんか、ゴレがね、めちゃくちゃ普通に溶かされるんですよ、こうインドラに。なんですけど、なんか溶かされてもいいみたいで、この後衛ですね。このゴレが、破裂した後の後ろのダークネクロであったり、今のランバーであったりだとか、なんかゴーレムの後衛でね、攻めていくっていうのはね、イメージした。ゴレが通るというよりかは、ゴレの後衛で押し切ってる。なんかそんなね、イメージを持ってもらえればいいかなと思います。だから初手からもガンガン出していくんですよね。なんかもうゴレとか。なんかゴレダックであったらもう初手これドーンドーン行くんですよ。それでみたいな。本当にって感じなんですけど、なんか序盤だけチャラいんですよ。バナさん序盤だけ初手ゴレしてチャラいんですけど、見てると中盤と終盤だけ異常に守ります。じゃあ最初守ればいいじゃんってなるんですけど、まあなんかあるんでしょうね。そういうのが。序盤だけすごいね、守んないんですよね。中盤からすげえ守って勝つんですよね。さあ、ここはキング起動ですね。こうすることによって、2倍タイム、3倍タイム、後半ね、バルーンをキングがね、攻撃してくれますので、守りやすくなりますよね。さあ、そして、ケツゴレですね。今、バルーン相手がね、使った後なので、安心してね、ケツゴーレもできますね。絶対ここで相手の攻めが来ることはないので。さあ、ゴレ出して、ダクネ出して。まあ、ここまではね、僕とかがやってもね、結構一緒のプレイになるんじゃないかなっていう。さあ、ゴレ、ダクネですよね。こっからですね。さあ、施設とインドラあるので、で、これね、インドラと施設にライトニングね、打ちたいんですけど、相手はそれをね、させないように、飛来神のディガを出してますね。相手もうまいですね。さあ、ユニットにね、ライトニングを打ちながら、まあ、手札回しをしていきますが、さあ、ここは、ケツゴレ。インドラとかいてもね、容赦なく。まあ、ダクネが強いですね。相手からしたらダクネが結構厄介な気がする。さあ、ゴレダクネで、ここのね、トルネード、めちゃくちゃうまいんで、ちょっと見てほしいんですけど、まあ、ランバーでディガ拾うじゃないですか。で、明確でバルーン当てるんですけど、このトルネ。バルーンを防衛しながら、ゴーレムを攻撃しているインドラをターゲットから外してます。で、このゴボリが壊れた瞬間、リベンジゴブリンが出た瞬間のライトニング。これによって相手のユニットをね、倒して、カウンターをね、阻止してます。大ダメージに繋がってるかって言われると別にそうではないんですけど、これでね、相手のリベンジゴブリン死んでることによって、カウンターがね、来ないんですよね。っていうね、今さっきのトルネードもうまいし、ライトニングなんかね、ゴレが溶かされたくないから、インドラになんか打ちたくなるんですけど、リベンジゴブリン出たタイミングでなんか毎回打ってますね。さあ、こっから、後ろで、ここのライトニングもね、綺麗なんですよ。なんか絶妙なタイミングです。インドラメガゴに、やっぱリベンジゴブリン生まれた瞬間に、ライトニングで、なんか、まだね、バナさんコスト手札7ぐらいあるのに、相手はコストもなくて、防衛できなくて、勝利というので、なんかこう、ずっとずっと、カウンターが来ないような、まあ、6割ぐらいの攻めをしてるんですよ。ずっと6割ぐらいの攻めをして、攻めすぎないで攻めすぎないで、それを繰り返して、なんかこう、気づけばね、なんかもうエリクサーリードしてるみたいな、相手はね、なんか頑張ってついてきて、なんかね、エリアドめっちゃ取れてるみたいな、なんか、すごい、すよね。いや、むずいんですよ、マジで。見てるだけだとね、なんか、むずそうな、なんか、むずそうというか、できそうだけど、むずいっすよね、絶対。まあ、続いて、メガナイトドリルでございます。まあ、なので、まあ、コツとしては、多分ですが、一回で決め切ろうとしないですよね。その、序盤からこう、なんか僕だったらゴレ出して、ダクネ出して、もうランバー追加して、攻めトルネードバーンとか、もう、いろいろやっちゃいたくなるんですけど、それをしないですね。ゴレ出して、まあ、ダクネ出して、まあ、もう1、2枚出して、ちょっと様子見ようか、みたいな。
なんか1回で攻め切ろう、決め切ろうって思ってないっていうのがうまいですね。やっぱ6割ぐらい、程よい攻めを無限に繰り返して、チャンス伺って、今だって時に10割の攻めでね、攻めに行くっていうのが大事なのかなと思います。ここはね、ゴールで受けながら、まあ、耐えてますね。やっぱ序盤絶対苦しいんですよね。そうそう、コスト重いユニットしか基本的にゴールもないので、相手についていくのだけでしんどいんですよね。だから本当は序盤はこうゴールもね、防衛で、てか今みたいに受けで使いつつ、まあ耐えて、本当に2倍タイム、3倍タイムが本番なんだなっていう印象があります。さあ、ここはウォールブレイカートルネでね、緊急動していきますかね。これね、ウォールブレイカーめっちゃ強いんですけど、マジで。トルネで緊急動されるっていうのだけはリスクがありますよね。さあ、これアイテムうまいですね。ゴーレムデッキはプリンス系がしんどいので、ここでね、単体プリンスで攻めていきます。ドリーと組み合わせてね。ですが、プリンスが突進する前にランバー、そしてベビドラで受けて、非常にね、綺麗な受けでございます。さあ、ここもう結合ですんのかな。ここは今のところ、エリクサーはリードしてるので、まあ、このマスケを無視するのかどうするのかで、だからゴレを出す位置ですね。キングラなのか、プリンセスタワー前なのかっていうので、さあ、ここね、ゴレでマスケのダメージを抑えていきますね。なんか今回意外とこう、丁寧というか、思ったより相手のダメージをね、防いでいます。めっちゃ守ってます。耐えてます。なんかゴレだけど、ね、もっとこう、僕のゴレ雑なんですよね。ゴレ出して、ダグレ出して、行ってこいランバー、行ってこいメガゴーみたいな感じなんですけど、なんか、イメージ的にもそうじゃないですか、やっぱゴーレムって。なんか意外と違うんですよね。さあ、ここで、またゴレ浮きかな。よいしょ。で、ゴーレムは、まあ、倒されてしまうものの、このゴーレムの攻撃が結局強いよねっていう話なんですよ。こっからですね。このランバー、ベビー、ダクネ、メガゴ、これがね、バカ強いですね。さあ、トルネードを構えております。トルネで相手の遠距離を、積極的に処理してあげることによって、この後衛が生きてきます。ゴーレムは通らないんですけど、この後衛のね、ラクネ、ベビー、ランバー、メガゴあたりが、やっぱ残って、相手にプレッシャーかけてあげるよねっていうので、もう気づけばね、相手のタワーも600。そしてね、もう盤面完成しております。ゴールダクネ。これは止まんないよね。いやなんか、見てて綺麗ですよね。こう、攻めすぎない。程よい攻めをずっとしてる。これね、ゴレだけに限らないんですよ。スパーキーとかも僕、スパーキーのね、デッキ紹介するときによく言ってるんですけど、スパーキー出します。ゴブジャイ出します。そしたら、レイジ、ヒースピ、ザップとかで、まあ、スパーキーを出してから合計4枚ですね。スパーキー、ゴブジャイ、レイジ、ヒースピ、ザップ。4枚出すと、もう一回スパーキーを出せるわけなんで、そこで、無理にどんどん攻めるんじゃなくて、もう一回ケツスパからね、組み立てていくっていうのがマジで大事。ゴレも多分それと同じですね。次は神器ですね。なんでゴレ出して、ダクネ出して、あと3枚か。まあ、まあ、ボンバーと、メガゴと、トルネード。そしたら、もう一回後ろから、ゴレ、みたいな感じで、まあ、一回でね、決めようとするっていうのがやっぱ違うんですよ。一回で決めようって、やっぱ攻めてしまうと、自分のコストがなくなって、相手のこう、カウンターがね、来やすい状況になってしまうので、序盤はなんかね、様子見の立ち回りというか、まあなんか、カード回しだよね。時間潰しの俺の攻めの頃だよねっていうのをすごい繰り返してるって気がしますね。さあ、ここはゴレ、多分ちょっと高めからかな。はい。これね、ダークプリンスのね、ダメージを抑えていきます。ここから出すことによって、まあ、陸域を1枚ね、ゴレで受けれるので温存できてるみたいなもんですよね。さあ、ゴレダクネで、こっからね、僕だったらもうなんかすぐメガゴとかこれ付け足しちゃったりね、いろいろボンバー付けたりしたいんですけど、しないんですよね、ここで。ここでもう一旦何もしないと。そしてライトニングを構えております。相手が多分もう一枚出してきたらライトニング通ぜって感じなのかな。あ、そうですね。相手がユニットを出してこなかったので、ここはライト温存で、っていうね、ダメージリードも取りつつ、まあエリクサーもあるので、ここはね、そこそこに守れるよっていう。さあ、ボンバーを生贄に。まあここは、ちょうどゴーレムまだ回ってなかったので、ゴレダクネでやっぱ重たいんでね。そう、もう3枚とか回さないとゴレ出せなかったので、まあ今のでちょうどいい感じに回ったよと。このエレキはトルネでキング起動処置してますね。エレキとかね、キング起動できるので、ここね、ぜひした方がいいです。あー、これでもドリル用にね、出したダクネにタギいっちゃって、ちょっとキング起動失敗してます。これがちょっと痛いですね。てかこれさ、普通にダクネとか出すんですよね。なんかダクネ裂いちゃったらさ、
ああ早いベビーうまい。コウモリにね竹がいかないから豚が作られない。ダグネとかさ今ので裂いちゃうとゴレダクネの形組めないじゃないですか。だから僕あんまりね今の場面とかで出したくないんですよね。ゴレダクネが2枚連続で並んでるようにしたいんですけど。さあボンバーからのゴレでございます。これねケツなんかねバナさんめっちゃよくするんですけど、多分この後もユニットからのゴレとかちょっと高めゴレで毎回相手の攻めを受けれるようにしてますね。なんか端前でユノとか出された時にケツゴレだとねそのダメージがやっぱ受けちゃうんですけど、ちょっと高めゴレを一生続けることによってね相手の攻めを毎回抑えられるよね。あーさあ攻め取るねで遠距離を徹底的に潰していきます。でもう一回ダクネからですね。今これケツゴレだとこの端前ユノが受けれなかったりするんですよね。けどダクネから入ることによってこうやってね端前の相手の攻めをね防ぐことができます。今のだったら3アウトですからね。言ったらさあ俺だったらもうランバー追加しちゃうよ。追加しないんだな。あーこれドリル用のねうめえな。ドリル用のボンバー出して5使ったからランバー追加ですね。でここでもう一個行くのかな。5使ったから行くんだな多分。さあ相手のエレキこれやってんな。ういこれはもう刺さって、おーすごいな、すごい余裕があります。もうゴレを出してますが、タワーを追っていくと、そして安定のスタンプ連打ですねまあやっぱねいい試合ばっか白熱しちゃうとねこうちょっとねテンションも上がってね、まあ、スタンプ押しちゃうのはまあ分かんないことはないですよねと。さあ続いてラバルですね。グラビティ、ラバルで有名な方ですね。いやマジでこれ多分初手ゴレします。初手だけはねガンガンやるんですよね。だって俺もできるですからねこれ。うん、行くのかな。おおボンバーを出して墓石を壊したいと。でここでこれですね、ボンバーに対して相手が三角を抑えてくれたのでエリクサーアドバンテージをちょっと取れました。でここはさダークネクロで形を作ることを優先していきます。メガゴではなくねゴールダックネを組んでいきます。これあともうバル2発ですからね。もうダメージなんてどうでもいいっていうね。俺のね、形が優先やんっていうね。まあ、形作りはね、マジ大事ですよね。これランバー俺絶対追加するんだけどさ、ここでランバーを追加しないんですよね。なんか、追加するタイミングが今なんですよね。なんか防衛5でやっぱ一緒に行かれるのとかが嫌なのかな。で、ここで、これボンバー追加します。手札を見ると、トリネライトベビーボンバーなんですよ。なので多分次暇になるからだと思うんですよね。次どうせ、後ろからね、暇でボンバー咲くなら今の間にレイジにね乗せてボンバー出してあげようっていう感じだと思うんですよね。さあダメージリードは取られてますがエリクサーは3ほどねリードしてますので、まあこれはちょっとね、まあ、流れはいいようには見えますよね。相手も防衛うまいですよね。ゴレダクネ組だけ勝てそうなんですけど、バルキリー、ファイボ、ザップ使い方がうまいですねスペルの。さあここからユニットの追加の仕方ですね。ベビードラを出す、これファイブ打たれますよね。さあファイブ打たれる、相手の防衛めっちゃうめえな、めっちゃうまくない。いやでも意外とベビーメガゴが俺はしないですね。今のこれだって端前ランバーとかやっちゃいたくなるんだけどな俺、すぐやんないんですね。さあボンバーからの出たボンバーゴレ弱そうだな。まあダクネをつけてあと545だもんな。相手はどうしても守ろうとしてますね。で範囲で焼きますね。このベビーうまいですね。バルキリーとメガゴ範囲で焼きながらファイボでもねちょっと相手巻き込みにくい。ランバー追加かな。このなんかユニット追加のタイミング結構遅いんですよね。僕なんか端前出せたらさ、ゴレダクネ出して、ランバーのコストあったらすぐランバーとか出しちゃうんですけど、そうじゃないんですよね。ゴレダクネで一回様子見があるんですよ。ゴレダクネで様子見て、相手のユニットに合わせてライトニングなのか、ユニット追加なのか、みたいなね。さあ、ここはバルーンとラバとメガゴにね、ライトニング打てることによって、防衛で守っていきます。ラバとバルーンだけだったら、多分ね、ライトニング使わずにトリネードとかで守れるんですけど、メガゴもいたら、まあ、ライトニング打って、損はないよねっていう。さあランバーで手札を回していきます。でここ守るんですよね。ここなんかまあ後ろからねストライニット出して余裕あれば8枚ぐらいやろうっていう感じだと思うんですけど、
さあ、ここがベビードラで、このダークネクロの前にね、ゴレつけると思いきやつけずに、さあ、守っていきます。いや、素晴らしいですね。これまあ、ダクネが言ったら無駄になってますけど、言うてこのダクネにね、防衛コスト咲かせられてますし、相手の攻めもね、守れてるので、まあ、そう考えたらね、最後、さっきの端前ゴレ出したいけど出さないのがまあ正解なのかなっていう。いや、守るんですよね。まあ、これはもう今おられたら、まあ、負けっていうのもあるんですけど。さあ、そしてここの墓石をね、ボンバーで壊そうとしていきます。相手も反応が早いですね、墓石延命。で、ここは相手は防衛でファイブを打ってくる。ファイブを打ったので、ユニット追加ですよね。さあ、ランバーまで行きますね。ここはベビとラ、明確が生き残ってて、ファイブも打ったったので、この追加ランバーが爆暴れる。そして、レイジの明確も熱いですね。で、一応ラバル相手がね、端前から攻めてくる可能性もあるので、まあ、ダクネから警戒して、余裕あればね、ゴレ出して。で、急いで空を出して、ラバールを止めつつ、これ防衛ライト打つのか打たずに、さ、メガゴで殴りながらの、ここのね、トルネードもね、綺麗ですね。さあ、よいしょと。で、コストがすごい溢れてんな。3倍タイムですからね。この真ん中バルーンは防衛ライトでしっかり守っていくよと。で、気づけば守ってるだけで気づけば、ユニットのカウンターが来てね、残り20秒なので、もう高めね、ダクネで、もう防衛しますね。防衛してます。からの、ここのね、さあ、真ん中ランバーボンバーでございます。いや、しかも、いいボンバーだ。ランバーが殴って、ボンバーも殴って、さあ、グッドゲーム、そしてスタンプホレイレンだと。まあ、いうわけで、いやー、すごいですね。なんか安定感ありますね。見てて綺麗ですね。ゴレのユニット追加っていうのが。続いて、ゴブドリですね。これ流行ってるゴブドリですね。めちゃくちゃ流行ってます。さあ、初手にゴーレムがないときはどうしていくのか。マジで初手ゴレないとなんか嫌ですよね。僕はまあよくゴレクロを使うんですけど。沼ったらね。沼ったらか、トラゲ、ちょっとなんか、どうしようかなーってね。悩んだらゴレクロ使うんですけど。初手これなかったらやっぱ辛いですね。いや、待ちますね。さあ、ドリルに対しては、ランバーで守っていきます。いや、マジで、ドリルに対してね、めちゃくちゃランバーで受けるんですよね。ボンバーでもいいんですけど、まあ、2周目用にね、ボンバーを取ってんのかもしれないんですけどね。さあ、で、ここで待ちます。やっぱ1枚1枚のコストがちょっと重めなので、それを大事に。あと相手が高回転デッキって分かってるので、まあ相手がなんかユニット出してくれるだろうっていうので待ってますよね。さあ、相手のゴブドリが来ます。で、これにはまあボンバですね。これ5打たれたらね、俺どうすんのかなっていうのがマジで気になってたんですけど、まあ5打たれなかったので、ここがゴレですよね。相手ゴブドリ使ったので攻めもないですし、さあ、ゴレダクネ組むっすよね。いや、まあここはね、俺もいける。このゴレダクネ組むだけなら俺だっていける。これはね、皆さんもね、真似できると思うんですよ。ゴレダクネを組む。で、俺だったらもう今ベビドラ出してます。バルキリーの辺にベビドラ出してますけど、出さずにライトニングなんですよね、正解は。いや、これもでもこう見たら、わ、確かにいい判断だなって。ベビ出したところで防衛ファイブとかでいい感じにやっぱやれちゃうのかな。また、ライトニングが、相手の、今回はボンバー、バルキリー、テスラ、3つにこう当たれたので、まあ、いいライトニングになりますよね。あれがもし、テスラだけとか、テスラとバルキリーだけとかになったら、もしかしたら微妙かもしれないんですけど、まあ、ユニット2枚と、そして施設、合計3枚にこう当てれるってなると、カウンターもね、防げますし、めちゃくちゃいいライトニングですね。で、ドリル用に、ボンバー。で、ファイス、守っていく。ここでランバー出すんだな、俺もう結束でいいと思うけどな。さあ、ゴレです。まあ、これランバーがねもっと残ってたら、このランバーに相手はねもっとコスト使わないといけなくて、エリアドをねもっと取れたよねって。さあ、ゴレダクネでドリルは、さあ、明確とボンバーで守っていきます。さあ、こっからですね、ユニットの出し方。ベビードラをつけるからの、ここで一回待つんですよね。うまいのが、なんかランバー出せるとさ、すぐ逆サイドとかにも出しちゃいたくなるじゃないですか。で、防衛用のね、警戒したランバー出して、蓋ですね。ランバー、おう、蓋すぐホレイしてから、今多分ランバーの前にね、これつけたかったんでしょうけど、あのランバー元気でしたね。前に行っちゃったけど。さあ、ここはテスラとボンバーに当てれるので、ライトニングですね。
で、一応手前側にライトニング今打ってるんで、3発目がタワーに行かなかった手前に当たったので、一応手前にね、バルキリーとかなんか来ても当たるようにっていうので、いいライトニングですね。ユニット3枚、手前3体に当てるライトニングを狙ってますね。やっぱタワーに当てようとすると、その瞬間にユニットとか出てきて、タワーとなんか飛来神4のユニットに当たってテスラに当たらないとか、なんかそういうのがあるので、あえてタワーに当てないライトニングっていうのも大事になってきますよね。さあ、ここはもうライトニングあと2周とかなので、これを守ればいいんですけど、相手がもうね、攻めの重要なゴブドリをここで使ってくれたので、バランス的には、美味しくもうね、ライトニング2周回せるよねっていうので、このままね、多分ライトニング回して、フィニッシュかなと思います。なんで、ユニット追加がちょっと遅めですね。相手の遅め。様子見るっていうのがうまいね。ゴレダクネで、まあ、もう一枚出すか出さないか。そして出してからもちょっと様子見るっていうね。うわあ、すごい。なんか綺麗ですね。俺のゴレ、汚いんですよね。イメージ変わっちゃいますよね。ゴーレムに対しての。さあ、そしてラストですね。神器デッキでございます。ゴブトリ神器だ。今回もまあゴーレムがないので、まあ、そこをどうカード回していくのかであったりとか、今回相手がマザーネクロいるんですよ。やっぱね、マザーネクがきついじゃないですか、ダークネクロ。めちゃくちゃ舞台にされる。そういったところをどう対応していくのかっていう。マザーネクロの受け方とかもね、ちょっと、見ていけたらなと思います。これ、俺だったらメガゴで早めに受けたりするんかもしれないんだけど、普通にやっぱダークネをね、棒で使うんですよね。さあ、マザーネクロが来る。で、ここはまあ舞台にされちゃうっすよね。まあしょうがない。まあベビーで受ける。うん。ああ、もうベビーもメガゴも両方出しちゃうんですね。両方出すんだな。まあダメージ抑えたいっていう。さあ、そして、ボンバーで耐える。ああ、ボンバーも舞台になっちゃった。今んとこ守ってる。さあ、このムートももう嫌ですよね。ケツランバーからの。いや、めっちゃ守るんですよ。謎に。今回に限っては急に守るんですね。なんか、所定がさ、ゴレあったらゴレ出すんですけど、ゴレなかった時にめちゃくちゃなんか守ってますね。なんか多分手札の順番をいい感じにしたいんですよ。結局ゴレ出したのにダクネだったり、ダクネからのゴレだったり、こう、いい感じの手札回しに多分したい中で、それがこう、やっぱできないと、なんかね、組み立てにくいとかが多分ねあると思うんですよね。だからそういった中で今ねダクネまでもこう防衛に使ってずっと今耐えてますよね。なんかゴレ見ないゴレですね急にさっきまでの初手ゴレホレイとは全然違うようなね丁寧すぎるゴレがね今あるんですけど、さあここのトルネードでね確実にエレキを処理して相手のねこう、まあなんか、エレキ延命からのユーノとか、ダックブリとか繋げられるのを阻止していきますね。さあ、ダクネでめっちゃ受ける。ああ、めっちゃ守りますね。そんなにっていうぐらい。で、また多分ベビーメガゴで耐えるのかな。さあ、ボンバーで、ここはもしかしたらゴレ受けしますよね。ベビーからの、ありますね。はしめゴレだな、これ。さあ、ゴレで受けつつの、こっからですね。今、相手、ファイボ使ったんで、これも、ダクネ出してんじゃない？いや、ランバーからの、さ、ダクネを行くぞ。ファイボ使ったからな。あ、でも、ファイボが回るが、この公園の量がね、さ、攻めトルネード。いや、この攻めトルネードなんか美しいですね。そして、ライトニングを構えますね。ユニット追加ではなく、ここでライトニング。で、相手は、マザーネクロを処理されてしまうと、このダクネのコウモリがね、超きついよねっていうので、一撃。えぐいですね。守ってチャンスを伺って手札を整えてからの一撃のパターンもあるよっていうね。ちょっと全然ね、さっきまでの試合と違う立ち回りをね、ちょっと見せてくれたというわけで、ゴレね、僕マジでほぼ使ったことないんですよ、このゴレ。なんですけど、ちょっと使ってみようかなとマジで思いますね。ちょっと皆さんもね、ゴレ使いの方参考になればいいと思いますし、ぜひね、このゴレダクネランバー、結構むずいと思います、使うの。はい、ですけど、ちょっとね、これを機に使ってみてください。バナさんね、YouTube もやってますので、概要欄にね、YouTube リンク貼っておきます。ぜひね、ゴレ使いの方参考にしてみてください。チャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。では、終わります。お疲れ様でした。バイバイ。